皆さんおはようございます。今日は朝食をちょっとご紹介したいと思います。で、使ってるお皿とかもご紹介します。ですね、今日は昨日ね、イギリスブレッドを焼いたので、このイギリスブレッドをトーストして目玉焼きとウィンナーと、あとシャインマスカットフルーツを入れてます。で、このコーヒーは今日はガテマラで、ガテマラって結構苦味もあってすごい好きなんですけど、ミルクティーというかミルクともね一緒に飲むと合うので、これをミルクも用意してます。で、プレートはこれオリゴっていう可愛いプレートで、でこちらもお揃いのカップで、このグラスがアーノルトっていうグラスです。で、これちょっとペッパーミントグリーンというか、なんていうのかな、すごい可愛い淡いグリーンなんですけど、そしてこれがこれね、すごい可愛いんですよね。これね、フルーラって言って、このこうやってね、なんかね柄があしらってるんですよ。すごい細かいね、技術、素晴らしい技術だと思います。これもちょっとねブルー系で、なんか結構ブルー系が多いんです。ピンク好きなんですけどなんかイッタラのグラスとか食器は結構ブルー系が多いかな。そしてこれが前にもご紹介したミナポルホネンのタンバリンっていうプレートとか、あとカップ&ソーサーもご案内したんですけど、これはタイルがね、タイルも売ってるんですよ。なのでこれをタイルをちょっとカットラリー置き、お箸、箸置きとかに使ってます。ちょっと今片手だからカタカタして、こんな感じです。ではいただきます。